チャンネル始まるよー。何してんの？それでもこれ持ちながらやったらあっ、こうぐしゃちゃんと拍手してよね。肝心なスタートがね。そうそう、あ、それは肝心ですよ、ね、やっぱなんか最近ね、ニッコリもね、いろいろ商品企画コラボさせてもらったりとかしてね。いや、そうですね、最近出たね、みつかんさんのやつ、うん、あれもね、反応良かったみたいでね。いやだってね、めちゃめちゃいろんな人が拡散してましたね。やっぱ、うん、あの SNS みつかんさん上手いしさ、うん、まあ、けどバズっても売れないケースが多かったけど、やります ね、 ね、やっぱ売れたんだね、うん、すごいね。やっぱね、みんなね、買いたがってましたから。やっぱ可愛いね、モチーフがね。可愛い可愛い、うん、まあ、で、ね、引き続きね、ほんとニッコリーノは、まあ、新商品の情報、店舗の展開もそうだし、はい、今後常設店とかどんどん増えながらやっていくのでね、はい、ちょっとぜひ楽しみにしていただければと思うので、はい、で、今回また新しい商品ね、はい、これです。ニッコリーノジュエリーのぬいぐるみ。ジュエリー、ジュエリーのぬいぐるみ、すごいね、なんかジュエリーのぬいぐるみってなんかちょっと意味わかんないしね。いや、そうだね、ジュエリーってぬいぐるみじゃないしね。ちょうどチャダ社長結婚10周年だからさ、これちょうどあげようかなと思って今奥さんにこれダメかな。なんかね、可愛いよね。で、一個一個紹介しよう。今回ね、すごい可愛くてね、まずね、一個一個ダイヤね、これがね、ダイヤのぬいぐるみってことでね。あ、それがダイヤね。そう、ちょっとね、あの布の部分、ぬいぐるみの部分をね、ちょっと光沢感出してるんだよね。ああ、この上の部分ね、うん、そうそうそう、はい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 。で、ちゃんと指輪にもなるっていうね。チャラシャチョウ、ちょっとあれかな、小指とかになるかな、これね。あ、ほんとね、こういう感じでにっこりのが刺さる。あ、ほんとだ、そこに顔があるんだね。ね、そう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 。へー、でもこれ、普通にこれつけてたら可愛いけどね。可愛いね、うん、可愛いこれ、うん。今回はこういう生地感も新しいのちょっと入れてね。確かに、うん、ちょっとあの固めですね。そうそうそう、今までとは違う感じする、うん、で、に対してルビーね。え、ルビー高いの？ルビー赤いよ。へー、そう、やっぱね、ルビーとダイヤだとやっぱダイヤの方がね、価値が高いんだよね。そりゃそうでしょ、ね、だって永遠の輝きでしょ。そう、やっぱ強度も違うっていうね。硬さも違うの。でもさ、うん、宝石に硬さこだわってもどうすんの。いや、けどやっぱ光沢感とか純度でね、価値が変わるっていうからね。これがね、今後はもう、ね、ダイヤの時代になるかもしれないからね。金じゃなくて、金じゃなくて、けどもダイヤと金とかね、もう一緒のものもね。いや、ほんとそうですよ、うん、で、続いてね、ブレスレット。これ見て、あ、ブレスレット刺繍が、うわ、すごい、これすごい、これ綺麗だね。これもブレスレット、ほら、こうやってなるよ。あ、これだって女の子とか絶対ちょうどいいんじゃないですか。ちょうどいいと思う。メンズはちょっと頑張ったらいけるぐらい、ね、うん、いけるいけるいける。外れないでしょ、ね、ちょっと後で撮ろうかな。これほら、いいね。なんかそれこういう感じつけられてね。なんか悪いことした？悪いことしてるから化粧してるみたいな。こういう感じでいけるね。ちょっと黒だから生えやすいかな。うん、すごい黒いよ、ね、黒いよね、すごい黒いね、ほんといいでしょ、これはおもろいわ。で、続いてね、これほらね、ティアラね。あ、ティアラ可愛いよ。え、ティアラってだからこういうことでしょ。これぬいぐるみにつけられるよね、これね、こういう感じでね、遊べるね。めっちゃ遊べるよ、ほらね、カプセルのぬいぐるみとか、カプセルぬいぐるみとかいけるしね、ちょうどいいと思う。いろんなぬいぐるみでは遊べるってところね。確かに、確かに。で、これが今回ね、よくてリングケース、これこれ、あ、これさ、入るんだよ。すごいっすね。確かにリングケースは欲しいわ。これ本当のリングも入るんじゃない？いや、絶対入るでしょ。ほら、これね、こういう感じでちょっとちゃんと入れないと。あ、入る。かわいそう。顔がめっちゃキュッてなってるわ。キュッて、キュッてなってるね。これいいじゃんね、これね、パカってね。しかもそこに顔あんだ。じゃあこれチャラ社長、今回これであげようかな。10周年ありがとう。これに本物のやつが入ってるっていう。本物入ってるのね。これが本物、中はね。いや、これをこれを。あ、それをね。これをね、うん、ダイヤだよって。ダイヤのやつで。しかもそれ閉じれないね。ほぼ見えてるね。可愛くない？あ、これはではセットで欲しいな。これセットで欲しいね。さすがにこれはセットじゃないと。これの企画。これ今回なんか他はね、ぬいぐるみと遊べるっていう仕様もできるから、あ、ちょっと新しいね、展開かなと思って。見え方も新しいし、まあ、ジュエリーですからね、うん、ね、意外と汎用性ありそう。本当に取れないかも。やっぱね、うん、悪いことしたみたいな。はい、をつけてで、こんにちは、6月発売ね。はい、6月発売です。全5種400円展開するので、こちらもぜひチェックしてみてください。はい、紹介させてもらったのはニッコリーのジュエリーのぬいぐるみでした。まだまだ遊んでねー。よろしく。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。